1の答えです。東京でいつ激しい地震があるか誰にもわからない。There is no knowing when a severe earthquake will happen in Tokyo. 東京でいつ激しい地震があるか誰にもわからない。There is no knowing when a severe earthquake will happen in Tokyo. 1の解説です。There is no being. の形で、V することはできない、という意味を表します。間接疑問文となっている。When 以下は、名詞節として同名詞。Knowing の目的語になっています。2の答えです。彼女は美しいばかりか、心も優しく、しかも聡明である。Besides being beautiful, she is kind and intelligent. 彼女は美しいばかりか、心も優しく、しかも聡明である。Besides being beautiful, she is kind and intelligent. 2の解説です。Besides X は、X に加えて、という意味を表す前置詞です。Besides は前置詞なので、順動詞を目的語に取る際には、同名詞を目的語に取ります。3の答えです。落ち着いた物腰のために、彼女は実際より老けて見えた。Her composure made her seem older than she was. 落ち着いた物腰のために、彼女は実際より老けて見えた。Her composure made her seem older than she was. 3の解説です。Make は、詞液動詞で。Make プラス、を、プラス、動詞の原型、の形で、王に何々させる、という意味になります。4の答えです。私は通りを歩いている少年に道を尋ねた。I asked the way of a boy walking along the street. 私は通りを歩いている少年に道を尋ねた。I asked the way of a boy walking along the street. 4の解説です。Ask X of Y. で、Y に X を尋ねる、という意味になります。Walking along the street.という現在分式が高知形容式として直前の A boy を修飾しています。5の答えです。A. あなたのお父さんはどんな仕事をしていますか? B. 貿易会社に勤めています。A. What line of work is your father in? B. He works for a trading company. A. あなたのお父さんはどんな仕事をしていますか? B. 貿易会社に勤めています。A. What line of work is your father in? B.He works for a trading company.
5の解説です。Line of work で、業種、職種という意味になります。Work for X は、X に勤めているという意味を表します。英語講師をしていて質問を受けることが多い項目についての動画や、過去問演習や解説の動画を、どんどん投稿していきますので、ぜひぜひ、チャンネル登録をお願いします。